ケアゲインクラインは、京都市左京区にあった、琵琶湖粗水による、周運ルートの一区間をなす傾斜鉄道。南禅寺、ケアゲ間。1891年から1948年まで、実用に供された。現在は、国の史跡として整備され、桜並木の観光スポットになっている。インクラインで使われた台車の復元1940年頃の、インクライン。 南千寺入り口から見上げる。1902年のインクラインと船工事中の写真ビワコ疎水は京都と大津間の船の輸送を用途の一つとしていたが落差の大きい場所は船が運航できないので台車に船を乗せて上下させるインクラインで運航していた。ケアゲインクラインはケアゲ船だまりと現在のビワコ疎水記念館前の 南千寺船だ余りを結ぶ延長を640メートル、敷地幅22メートル、勾配15分の1の路線で、運転用の巻き上げ機は、毛上げ発電所の電力で運転した。通過時間は10分から15分だった。一般に、運河の落差がある場所で船を通行させるには、ロック方式、インクライン方式、リフト方式の3つがある。パナマ運河やイギリスのテムズ川と運河は、 ロック方式になっている。船を水門と水門で区切った、高室に入れ、その高室の水を排水したり増水したりして、船を低い方や高い方へ進める。インクライン方式は、勾配のある水路にレールを敷き、台車に船を乗せて、ケーブルカーのようにケーブルで引っ張り上下させる。インクライン方式には、台車に直接船を乗せる、ドライ式、水を入れたケージに船を入れて、 ケージごと台車に乗せるウェット式がある。ケアゲインクラインはドライ式を採用した。昭和期に入ると、鉄道などの交通機関の影響で周運の利用は大きく減少し、太平洋戦争後の1948年11月26日に運行を休止した。1960年3月をもって電気設備も撤去され、完全に稼働を停止する。 1973年以降、送水管を付設するため残っていたレールも撤去されたが、産業遺産として保存するために復元されることになり、1977年5月に完成した。現場には復元された台車が2台残されている。1996年には国の史跡に指定された。ありがとうございます。